メガネチャンネル。こんにちは、メガネチャンネルです。アドビキャラクターアニメーター第3回目です。今回はいよいよキャラクターアニメーターで動かすためのキャラクターデータの作り方を教えるよ。キャラクターアニメーターで絵を動かすためには前回教えたフォトショップのレイヤーを使いこなす必要があります。今回は実際に僕の作業を見てもらいながら説明していきたいと思います。メガネチャンネル。はい、じゃあ下書きを書いてるところですね。僕はずっと手書きで書いてスキャンしてたんですけど、今は iPad Pro で、クリップスタジオというソフトを使って絵を描くようにしてます。画面がクリスタなのはね、ちょっとご了承ください。みんなはフォトショップで直接絵を描いて大丈夫だからね。あ、これ髪型のところちょっと特殊な描き方をしてますね。この理由は後でちゃんと説明します。メガネを描いて、眉毛を描いて、目玉をね何回か描き直したりしてますね。あ、これはまばたきですね。で、最後に口を描いて下書きは完成です。何度も描き直してますね。はい、ここからは着彩に入ります。前回ね、キャラクターアニメーターを作ろう2回目でフォトショップで色を塗るやり方ね、教えました。あれと全く同じやり方です。基本的には選択範囲を作って、その選択範囲をレイヤーに分けて、その中に色を塗るっていう感じです。あ、目をちょっと気に入らなかったのかな、直してますね。はい、大体できました。で、最後にね、ほっぺた赤くして完成です。はい、それではここからフォトショップになります。レイヤーを一つずつ解説していきます。ここから重要ですよ。まずキャラクターのデータはレイヤーグループに名前をつけて丸ごと入れてしまいます。大事なのは動かしたいものはレイヤーに分けて書く。まず最初はメガネのレイヤーですね。まあ、こういう小物は必ずしも必要じゃないからね。僕は必要。次に眉毛です。左と右ちゃんとレイヤーで分かれてますね。次に目です。目は主に4つ、目玉と瞳とまぶたとまばたき。このパーツをレイヤーに分けてグループにまとめておきます。右と左それぞれ作るの忘れないようにね。あ、そうそう、目玉は僕の場合顔と同じ肌色にしていて見えないようにしています。こんな感じ。僕ね、黒目しかないんですよね。あと僕はまぶたがないので描いてません。まばたきは描いたらレイヤーを非表示にしておきましょう。次が口です。口はちょっと大変だよ。口の形はなんと全部で14種類。英語の発音では14種類口の形があるんだね。日本語だったらあいうえおの5つだけでよかったのにな。このサンプルを見て自分なりの口の形を書いてみてね。うまく書くコツは大きさと位置を極端に変えないことかな。前回作ったイラスト用 VTuber にしようという動画も口の形とっても参考になるから、よかったら見てみてください。はい、最後に顔の輪郭になります。で、髪型ちょっと見てください。僕の髪の毛ね、跳ねてるところがあるんだけど、これ別なレイヤーで描いてます。髪の毛をね、一個一個動かしたいのでレイヤーを分けた作り方をしています。これ実際に頭を振ったりするとね、髪の毛揺れたりしますからね。はい、それじゃあまとめです。改めてこのリストを見てください。顔を作るために必要な最低限のパーツだよ。一つずつレイヤーに分けてみんなも描いてみてね。これでフォトショップの作業は一旦終わり。次回はいよいよキャラクターアニメーターを立ち上げて、今回作ったキャラクターを動かしていきます。それではまた次の動画で会いましょう。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。風邪ひくなよ。風呂入れよ。
またね。